エクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それでは It's Showtime。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。そうざまでした。なんか聞いてきたな、これ。あれ？あれ？エクストラジオ。びっくりなんだ。エクストララジオ。飲んでるよ。これがかの有名なジャグリング。はいよ。言えない。どんなの分かんないけど、もう一回やっといて、うん、とりあえず今のラジオなのに説明が足りないから全く分かんないと思うんですけど、そうだよ、さんがあの花巻にありますログでいつも保管されてるジャグリングハイヤーという謎の強すぎるお酒をかっきめて、はいで、はいで、もうさっきから飲んでんでしょ、うん、ねえ、すげえ酒くせえ。リキッドの匂いするな、なんか。ええ、ええが。おじさんの頭の。あなたの耳に。リキッドみたいな。くちょっとさっきまではね、ちょっと空振り三振だって片透かしてたんですけど、ジャグリングハイヤーを摂取したことによって、今日、ね、ギャグマシーンに変わると思うんで。頼むぜ、まず、はい。次ね、今日はね、ログに、はい、お邪魔して、はい、新しいお店の、ね、宣伝がてらにまたビルドアップ TV の撮影してて、はいはい、じゃちょっとねその撮影も終わったというところで、そうだね、はい、ラジオ撮ろうかなってことで、はい、さっきからスカシがね、はい、酔っ払ってるのか分かんないけどなんか、はい、飯食ってなんか、うん、普通のことしか言わない出るか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 合うこの料理とお酒合うギャルだったらもっとマシなこと言う何のひれみひれみもね あったからあった、うん、ああまあまあ、うん、それ以外なかった。さっきね食べた牛すじ煮込みと赤ぶ、うん、赤ぶが合う、合う、どうですか、どうですか、合う、間違いないけど食レポで一番しちゃいけない、合うね、どうですか、うまいバリのね、合うね、合うねどっちどのようにとかとても合うね。なんかこういうさ、なんか食レポみたいなのもさ、うちらあんま慣れてないから直感で思ったことパンってさ言っちゃったりしがちだけど、なんか結構いろいろあるみたいね。なんかその連想させることを言うとか、なんか思ったことそのまま言ったらそれで想像が働かないからとかいろいろね、なんかそういう関係の人に教わったけど覚えてないね。あー、俺も聞いたことある。あそうでも、なんつうの、口に合わなかった時とかいうセリフとかもあるらしい。あ、忘れたけどね。ぶち込みたい、うん、ぶち込みたいだね。これはぶち込みたいね大将それは、茶化の話だ。脳天に脳天にぶち込みたいね。でもなんかさ、うん、慣れてないからかわかんないけどさ、うん、食ってさマジで普通にさうまいと思うからさ、あーまあまあまあね、うん、普通のことしか言えなくなるよ。なんか、うん、純粋にねうましか言えなくなるじゃん、うん、なんかそううまって言うんじゃなくてなんか違うこと言わなきゃダメっていう、なんかそのなんかそんなシンプルなもんじゃないらしい。深いね、深い、うん、深い実はね。けど別に食レポのでね、てっぺん取りたいって思ってるわけじゃないから、まあね、素人臭さもいいんじゃないかなと。うまいしか言わないやつよ、ね、何食ってもうまい、うまい、泣きながら合う合う合うってね、まあそんな感じでね、結構お腹いっぱいにね、いろいろね、あのいただいて、だし巻き卵だったりとか牛すじ煮込みをねいただいて、はい、そんな感じで今日は、いつもと違うメンバーでお届けしてます。ああそうだね、はい、じゃあまあログの中のサムエクセスすごいね、ログって聞いて、まあ、パッと思いつくのってやっぱ僕インクインカンダダです。いい、パンにはハム
さっきもハムって言うようなえさっきもハムとかって言ってなかったっけ言ってないよ、一回も一回も言って、生まれてから一回も言ってこないよない俺さっき別定ハムって言ってたよ、ね、そハム太郎みたいな、そんないや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 ハムって言ってたのハム太郎さんだハム太郎です寿司太郎さんや、今日も寿司太郎さん2回目の登場の、はい、ありがとうございますこれはちょっと悪いよ深夜6名見てください、皆さん見えねえよこれはホットサンドですか、これは寿司太郎です寿司太郎さん、久しぶりのこれちょっとはい、写真撮っていいですか、あ、これね、いいねカシャカシャ、ちょっとごめんなさいね、さっきハムって言ったのが肩透かしで、で、そして今日ビルドアップ TV ってことで、はい、元祖ハム太郎の元祖ハム太郎そしてログの河原智美ビルドアップ花巻よろしくお願いしますビルドアップログの河原智美はどの辺なのかちょっとプライドがあるってことサムの、うん、あ、サムかサムの小室ファミリーなるほどなるほど作りで、はい、これはうまそうだねそしていいですね、はい、ハム太郎さんがハム太郎さんこと寿司太郎さんが寿司太郎さんね、はい、これは通常のログでも出してる2月からメニューに入れましたおお。じゃあ出来たてほやほやのそうです青のりがかかってんのこれはバジルバジルじゃないですパセリパセリですパセリ、パセリはいこれは僕結構あのホットサンドニストで結構ホットサンド好きなんですよちょっとこれ、はい、絶対いい音拾ってくれるんじゃないああ少しかかはあねえけどおうまっああ合うだった今のホットサンドしか食ってないのに合うっていうじゃあ俺もいただきますうまっホットサンドってね、うん、うわパン祭りじゃんうまっ春のパン祭りだあでもこれいろいろ工夫されてますねこれはまずからしマヨネーズですかそうですからしマヨネーズにしてますなんか道理で音すごいねもうこっから、うん、あ聞こえるもんすごいパクって、うん、すごいねパンのあの理想のうん、うん、まっうまい美味しいじゃんハム入ってんじゃんえハム入ってるハム入ってます入ってるハハ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 気づかなかったのかいさっきまで0対0だったのにみたいなことだよね。え、入ってるわ、じゃあ。うまい、うまい、うまい、うまい。ちょっとジャグリングが入ってる。いや、まあ、もらってそうだね。これ、ちょっとジャグリングが入ってる。予想してる間に入ってる。ごめんなさいね、ちょっと説明が。ハムの奇跡よ。うめえ。はい。やべえ、もう一個食おうとしてた。無意識に映画が見ちゃう。なんだろうね。なんかおジャパニングハイヤーの申し子ハヌケハヌケ源十郎さん今日はロケのマスター店長のマンマン純一さんマンマンハンハードマンか収録当日に歯が抜けるということで寿司太郎ですちげえもう知らねえうわおい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 っておいハイヤーですねこれおいってばログといえばジャグリングハイヤー、ね、皆さんもねまだ来たことないって人はログに来たら絶対ジャグリングハイヤーって頼んでみてくださいこれはだってさ、はい、どう考えてもこのハムにジャグリングハイヤーでしょ、うん、あそうだね気づいたじゃあまあホットサンドを片手に今片塚志くんが2個目を行こうとしてます、ね、ハム、はいホットサンドの音じゃねえよほっぺたほっぺたがこれにジャグリングお腹殴られた天ぷらロールやってるのかなこれはもう片付かすセットって言ったらもうジャグリングハイヤーとホットサンドのセットが、はいなんかセット。合う。合言葉は合う。ああ。
じゃあ、はい、ね、こんな美味しい料理を出してくれる、はい、ログ周辺の新情報をちょっとぶち込みたいですね、うん、そうですね以前ちょっと放送した時にはあの2020年のうちにはちょっと2年か2022年のうちにはっていう感じではあったんですけど、そこから試行錯誤を重ねて、うん、何やらちょっと今ねグラウンドファンディング、うん、ちょっと今寿司太郎くんのね寿司太郎くんの新しいお店ログのお隣でやる、はい、多分結構前かそうだね放送したんですよね、放送したやつのそれのちょっと進捗情報を聞かせてもらえればなと思ったんですけど、うん、とりあえずはクラウドファンディングは何というサイトで石割クラウドファンディングっていうサイトでやっております、はいはいはい、それで検索すれば、はい、まあ中にそうです ね、はい、寿司太郎っぽいのがいると思うんです寿司太郎っぽい、はい、寿司太郎っぽい、イラストで、はい、寿司太郎っぽくなんか子供みたいなイラストの顔にほくろ書いてあるのであ、はい、あ、そうそこがチャームポイントなので、ああるね、僕のキャパチャームポイントで、ね、あるね、うん。そうないとダメなので、ないとダメなので、ないとダメ。俺ではない。袋がなくなった瞬間に後藤君ではなくなる。ただの料理になってしまう。そうですか。じゃあ継続中ってことですか。そうですね。実は残りあと十数日間しかない、うん、今日が2月13日の収録なんで、うん、今月いっぱいでもなんですか、ね、そうですね。2月28日まで、なるほど。ちょっとあの今日が放送日が16日なんで、はい、まああと12日とか、あ、そうですね。あと12日間でいくら現時点で残り200万円を目標にクラウドファンディングしてますが、はい、今の現時点では20万とりあえず集まっております、うん、はい、ぐんぐん上がってきてるね。しかもあの僕知らなかったんですけど、目標到達しなかったらその金額って手に入らない、そうらしい、ね、受け取れないんですよね、うん、そのなんだろう、そのクラウドファンディングで応援したいよって人たちのあれも目標に到達しなかったらあれになってしまう、返金されるってことだな。まだ決済になってないんですね。決済になってない、はい、未決済のままっていう形です、ね、ああなるほどね、はい、なんか振り込みでこれやったんだけど、うん、なんかそれのプロジェクトが達成できたら振り込み先をなんか送るからっていう案内で、そういうことだね、うん、そうかそうか、そうだから達成できなかったらもうなし、もらえないっていう、一応予約したみたいな、その振り込みの予約した、はいはい、でそこで止まっちゃうと、そうそう、へでどうなるかっていう、うん、知ってましたそこの奥さんだからやっぱり要するにあと12日であと180万を集める、うん、集めたい、うん、そうですね、はい、後藤君の夢のために、うん、はい、これはラジオ盛岡だ、ラジオ盛岡の皆さんが、ね、花巻に、はい、もうさっきから美味しいご飯をめちゃめちゃ、うんうん、食わせてもらって、うまいしか言えてない状況、脳内がうまいしか歌うことできなくなってビビったからね、ラジオ聞いてる方で自分の知り合いがいれば、はい、そうだね、あと本名とか全部さら、はい、しちゃいますからね、ね、家族構成から、はい、出身からね、うん、実は、はい、寿司太郎久慈出身でございます、久慈出身でした、はい、寿司太郎、ジェジェジェ、寿司太郎の本名は後藤隆と言います。後藤隆。隆、はい、後藤。T.M. ネットワークとかにいそうだね。そうか。そうか。そうか。で、花巻には就職で、うん、はい、そうなんだよね、就活できまして、はい、はい。で、いろいろあり、また戻ってきて、うん、花巻でやりたいと。うん、はい、嬉しいですね、はい、花巻出身としては、ね、後藤隆君でございます、この名前にピンとして ね、 ね、来る人ピンと、あとは柔道とかもやってる、そうですね、うん、柔道の方もやっております、うん、柔道界隈の人とかもね、もしかしたらね、うんうん、はい、ぜひぜひ、はい、これはね、はい、期待できますね、いやまあね、花巻にまたお店が一軒増える、またね、久慈出身の後藤君がいろいろな縁があって、うん、花巻でお店を出して花巻を盛り上げたいなっていう、ビルドアップ、ビルドアップ花巻に結構ね、うん、ぴったりな、はい、うん、ぜひ盛岡のね、方も花巻来た時は、ね、はい、
そこに来てほしいから、ね、金その先には県内 もう岩手県も盛り上げたいなと思います。そうだね、花巻盛り上がったら次岩手盛り上げて、ねね、次ウクライナ盛り上げてって感じですね。あ、そうですね、カンボジアあたりもいいかな。あ、いいね、食、ね、ね、食と柔道で、はい、ちょっと今歯痛いんですけど言うな不調、不調、不調が、やっぱいろいろね、残り12日ってところでまだね、やっぱ20、ね、そうだねっていうところでちょっとストレスで歯痛くなっちゃって、食いしばりすぎだな、食いしばりすぎもっと頑張んなきゃ、食いしばってるだけっていうこの状態を ね、なんとかしてあげたいよね。歯医者じゃ治せないから、うん、クラウドファンディングで歯医者にお金を ねやっぱお金で解決して、はい、ぜひここはね、俺もやりましたけど、やっぱ気持ちいいもんですね。そうですね、エビちゃんはもうすでにもうクラウドファンディング、うん、もう入金済みということで、なんかすっきりして全部、歯全部抜けたみたいな何にまつわるクラウドファンディングってぐらいすっきりしたそうですね、うん、じゃあ僕もちょっとやった方がいいと思う、なんか俺もやります、本当に大人になったなって思ったの、ね、俺なんか大人になったなって、うん、別にね、やっぱそういうのってなんかこれからの時代もっとするのかね。そうだね、うん、俺らもするかもしれないしね。そうだね、クラウドファンディング確かにね、サーフィン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 したい、バカかよ、行くなんだけどサーフィンしたいけど、ボールかお金がない、30万くれくれお返しはそうですね、お返しも用意して、はい、そうだよ、ね、そうだよ、ね、俺らは全然さ知らなかったよね、あ、その仕組み、仕組みね、はい、金額によって設定があるので、ね、うん、はい、まずは5000円ぐらい、5000円から上は基本卵が、まず卵焼き、だし巻き、だし巻き、無料、無料券が配られるのと、はい、あとは1000円割引券だったり、うん、焼き鳥の串のセットだったり、はい、あとは、花巻の酒店さんからの、はい、おすすめのお酒を提供してもらうっていう、なんかそれは、はい、なんか季節ごとになんかその一番旬なお酒を、そうですね、はい、1本だったり2本だったり、やっぱり金額によって、うん、変わってくるんですけども、うん、10万円の、うん、寄付金の方は、はい、年間通して四季ごとのおすすめのお酒を送らせていただければなと思ってます。ああ、送ってくれるの？そうですね。そしたらじゃあ県外の人でも、そうだね、そうね、岩手のお酒飲んでみたいなという人とか、うん、マシやね、なんかタイミングで岩手行くきっかけのためにね、その新しくできるお店、道っていうんですね、はい、道っていうお店をオープンしたいということで、はい、そうだよ ね、花巻から出て東京とか住んでて、なかなか親孝行できてないなって人はやっぱ10万円道にぶっ込むっていうのが親孝行するためのちょっと ね練習として ね、そうだよね、いきなりできないじゃん、親孝行、親にいきなり10万って帰る、いいから帰るよ、帰るよ、なるけど、ここでやっぱそういう感じできて、さらっと10万円を、ね、そうだね、誰かのために使えるようになれれば、ね、いいチャンスですね。そうですね、でも一番下は3000円から、そうですね、うん、はい、基本インスタグラムで道またはログで検索してもらったアカウントには、載ってるので、はい、過去の投稿だったり道には、開いたページにもう URL が載ってますので、 あとは今日収録していただいたビルドアップ TV の、はいはいはい、YouTube の方の概要欄にもちょっと掲載して、はい、そうですね、そちらからアクセスしていただければ、はい、ファンディングできるってことですね。そうですね。ファンディング、ファンディング。ファンディング。いやいや、アホみてえになんかクリピテキという言ってること大したことない。足りねえんじゃないの、ジャグリングファイヤー。ファイヤーだ。ファイヤーだよ。こだわりが。ダセえから。ファイヤーだとダセえから。やっぱりそこは、ファイヤーじゃない。ジャグリングファイヤーじゃねえ。ファイヤー。今日はぶっちゃけ今日ポン酢来てないね。あ、今日ね、出ないかったんですけど、ポン酢不在という。ポン酢と天童、今日ね。ポン酢天童。来れる予定だったんだけど、どっちも。そうや。あれ天童、あれ天童も今日ね、来る予定だったけど、あれなんだっけ、なんか、具合悪くて午前中でなんか早退して。あ、そうなんだっけ、行ってて。うん。やべえ。そうか、うん。クラウドファンディングしてやろう。だな。ね、バファリン。バファリン。買う金を。すぐ集まっちゃう。
むしろ無視できるかもしれない。今日のキーワードは、はい、クラウドファンディング。クラウドファンディングなんですけど、まあちょっと2月28までね、ちょっとまだ日数もあるんで、うん、そうだね、ぜひお願いします。こちらこそ、はいはい、こちらこそ言葉と丁寧だけど使い方間違ってる、ね、なかなかね、まあ、応援するの難しいけどね。そうなんだよね、うんうん、まあ今日こういうねラジオでちょっと興味持ってくれた人が、うん、その石割ファンディングのねページを開いて、うんうん、でもやっぱ面白いね人だからね、寿司太郎ちゃんはね、寿司太郎ちゃんはね、ありがとうございます。あの経歴やっぱもう一回聞きたいな。あのそうですね、あの居酒屋のマスターはやっぱちょっと経歴が面白いよね、うん、ああはい、あの普通に高校卒業して18の時に花巻の石戸平温泉に、うんはいはい、来て料理を、はいはい、やらせてもらいました、はいはい、でその中でちょっとクラファンの中でも触れてるんですけど、うん、親父が体調崩しまして、うん、その関係でまあやっぱあのお金を稼がなきゃいけない、うん、っていうことで盛岡に一度就職して、はい、その時は土方を実はやってました。そうなんだ、はい、土方やってたよ、ね、はい、土方やってたんですけど、うん、やっぱりちょっと、うん、諦めれないなっていうところはありまして、うん、お金稼ぐ、うん、さらに、なんか全国見てみたい、うん、何かできないかなって時に友達から声かけてもらって、うん、船の方に乗って、うん、船の上で、はいはい、料理を提供しながら、うん、まあ、船員さんですね、うん、に提供しながら全国回っていろんなところを食べ歩って、うん、来てある程度もういいかなと、そろそろいいんじゃないかなっていう時に花巻にちらっと来たら、うん、花巻の自分の好きだった飲み屋が潰れてるのを見て、人が歩いてないのを見て、はいはいはい、これちょっと復活したいなと、やりたいなっていうので、すごいね、オーナーさんに声をかけて、あ、ログの、はい、俺に出会ったキャラが久しぶりに喋ったと思った俺に出会った2回目の出演させていただいて、そうだ、ね、ありがとうございます。マンマン様、今日ちょっとあの歯ねえから滑舌いやいや歯ねえっていうか、何も滑舌あってもあの聞き取りづらいよ、歯に滑舌悪い、まあ、ログの、ね、店長の菊池純一くん AK マンマンさんは、ねね、あのビックリマンのメンバーの同級生なんで、うん、中学校の時話中、はい、小学校だったり中学校中学校、本当にあの、ね、高校では生徒会長やるようなね、やってな、ね、やってたっけ、すいません、やってたんですよ、やってたの、すごいじゃん、すごいじゃん、勢いでやったら何それ、うん、結構ね、そういう、ね、リーダーのリーダー一応選挙争いして、うん、あの1000人くらい生徒がいて、うん、俺700票ぐらい取った、お、すごい、すごいね、すごいじゃん、うん、人気もんじゃん、やった、本当に700人全員見てくればもう、そうそう、一人3000クラファンやってくれれば、そうそうよね、ダバーンだよ、そしたら200、ありがとうございます行った行った行った、つうかその時に運使い果たしてるとかじゃないそれかそしたらこのラジオ黒子 OB の人たちに聞いてもらって、あの純一がみたいな、純一のその教え子のごっちゃんがみたいになればいいそしたら、ね、うん、いいでしょ、まあこれね、決まった、まあ、花巻のログ、うん、そして道というところでね、2軒隣り合わせで花巻をね、うん、また盛り上げていくと、はい、いやすごいよね、うん、その経歴もすごいし、このね、俺らの同級生と純一とこう知り合ったりさ、うん、そうだね、それで隣で店やろうなんてさ、そうだ、ね、巡り合わせだよ ね、 ね、付き合ってるんだっけなるほどね、夏に出会ったのはきっかけだったんだ、きっかけ夏が、あ、けど去年の夏だもん、その二人の出会いって初めて、あの慣れ初め、うっそ、はい、早いね、7月8月あ、それ嘘だよ、その前から知ってっから、ああ、まあ出会いはお互いのこと知ってたけど、国付き合ったのが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 、そう、遠距離恋愛して、戻ってきて、なんかこう、常に毎日一緒にいる、すごいね、え、それは何、久々にその深く絡むきっかけはログで、後藤くんがたまたま帰ってきたっていうのが、うん、はい、きっかけで、そうですね、すごいね、でも、7月ぐらいからさ、うん、いきなり動いて、はい、もう1年もしないうちにもうお店やろうとしてさ、あ、そういうことだよね、すごい早いね、はい、やっぱ勢い大事かなと思う、間違いない、今この瞬間しかないんで、かー、間違いない、この瞬間しかないもんね、間違いない、もう、はい、
思ったらすぐ行動みたいな、うん、すごいよ。だってね、でかいことだもんね、お店やるって、うん、あの男の夢というか、どうしたお前人の夢の話とか興味ない人間、あるある、お前サイコパスだろ、あるあるこんだけ今ねあの話聞いてる中で超興味なさそうに、すごい聞いてる、目青になってたよカラコン入れてカラコン入れてたかダメだこの人一瞬トゥーパックに見えてる顔がおらぞめ俺のことじゃないからみたいなまあ、まあ、そんな感じで、お前人のことやるそんな感じで焦らないじゃあ最後ね、そうね、改めてお願いしましょう、ちょっとクラウドファンディング、うん、最後の最後もう一押し、うん、ちょっと一言いただいて、ね、お願いします。でも俺らしか見えないから見えないから同級生の裸見たところで何も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 クラウドファンディングもっと払おうとは思わないいやでも本当に花向きをこう盛り上げていきたいし、やっぱね若い人たちもこうどん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 もっと飲みに来てほしいから、やっぱりうん、もっと盛り上げてやっていきたいので、本当にこれはお願いします。いや、よろしくお願いします。自分のできることで盛り上げたいっていうふうに思えるところがすごいなと思って、うん、だからみんなってことでね、うん、よろしく、マジでよろしく、うん、後で、うん、アカウントとかインスタとか、うんうん、そっちの方に、うん、載せますんで、ああそちらの方から追っていただければ、はい、なんでね、はい、で頼むぜ、はい、おやすみエクストララジオ盛り上がってるかい、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 オレンジの夕日照らす三丁目、神田タレペゼ南満丁目、花巻生まれ花巻育ち、初めてのお使いしんちゃんたい焼き、今でも行くだけでエモくなるマルカンビル、厨房では先輩シェフが肉をちょん切る、6階から見下ろす上町ストリート、駅前のホワイトウルフはもうないよ、今日も手を合わせる戸屋ヶ崎神社、世の中は急速に変化、そこで進化するかそれとも退化、選ぶのはあんた花巻のラッパー、レジで得意げに出すモスカード、食材はダースコ開くクックパッド、これ以上何を求めるこの街に、俺が思うにこの街はすでに完璧、ひねり上げろラザエンシスター、のろしが上がる朝6時半、ラジカセみこし担いでヘンズアップ、拳を合わせてビルドアップ、ひねり上げろラザエンシスター、のろしが上がる朝6時半、ラジカセみこし担いでヘンズアップ拳を合わせてビルドアップ。昔はコンビニより多くあった駄菓子屋、だいたい学校周り 2,3 軒あった、授業終わり 4-2-0、 そこは子供にとってホットでチルなスポットだった、店内パンパンに並ぶお菓子たち、だいたい数十円で買えるものばかり、俺当時あんまり金持ってなかったから、昔ばっか食ってた理由はでかいから、飲み物体に悪そうな色